インフルエンザの季節がやってきました。心配なことに、インフルエンザの患者数が増加しています。保健当局は、昨年と比べて大幅に増加していると報告しています。この急増は、インフルエンザウイルスが深刻な健康上の脅威であることを思い出させてくれます。インフルエンザウイルスは、感染者が咳やくしゃみをするときに放出される呼吸器の飛沫を介して、人から人に簡単に広がります。インフルエンザの症状は通常、ウイルスに暴露してから1日から4日後に現れます。一般的な症状には、発熱、咳、喉の痛み、筋肉痛、倦怠感、頭痛などがあります。場合によっては、インフルエンザが肺炎、気管支炎、さらには死に至るような深刻な合併症を引き起こす可能性があります。インフルエンザ関連の合併症を発症するリスクが高い人々には、幼児、高齢者、妊婦、慢性疾患のある人が含まれます。特に、リスクの高いグループに属している場合は、インフルエンザのような症状が出たら、医師の診察を受けることが重要です。早期発見と治療は、回復に大きな違いをもたらす可能性があります。冷たい空気は、インフルエンザウイルスの蔓延に重要な役割を果たします。気温が下がり、空気が乾燥する冬の間、インフルエンザウイルスは体外で長く生き残ることができます。冷たい空気はまた、私たちを感染しやすくするような方法で、私たちの体に影響を与えます。冷たい空気を吸い込むと、鼻や喉の粘膜が冷やされ、ウイルスが細胞に付着して侵入しやすくなります。低温はまた、私たちの免疫システムを弱体化させ、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくする可能性があります。さらに、寒い天候では、人々は屋内に集まることが多く、他の人と密接する機会が増えます。暖かい服装をする、水分を十分にとる、混雑した屋内空間を避けるなど、簡単な対策を講じることで、ウイルスに感染する可能性を大幅に減らすことができます。インフルエンザの蔓延を防ぐには、集団的な努力が必要です。簡単な感染対策で大きな違いが生まれます。手洗いは、インフルエンザウイルスを含む、細菌の拡散を防ぐための最も効果的な方法の一つです。特に、咳やくしゃみの後、食事の前、トイレの使用後は、石鹸と水で少なくとも20秒間、頻繁に手を洗いましょう。咳気やくしゃみをするときに、口と鼻を覆うことは、インフルエンザウイルスの蔓延を防ぐためのもう一つの重要なステップです。ティッシュを使って口と鼻を覆い、ティッシュがない場合は、肘の内側に咳やくしゃみをします。家にいて、他の人との接触を制限することで、周囲の人、特に深刻なインフルエンザの合併症のリスクが高い人を守ることができます。インフルエンザの季節には、室内の適切な湿度レベルを維持することが重要です。乾燥した空気は、インフルエンザの症状を悪化させ、ウイルスが拡散しやすくなる可能性があります。空気が乾燥していると、鼻や喉の粘膜が乾燥し、インフルエンザウイルスが体内に入りやすくなります。乾燥した空気に対抗するには、加湿器を使用して、空気に潤いを与えましょう。特に寝室など、長時間過ごす場所では、加湿器を使用すると効果的です。相対湿度が40から 60% になるように心がけましょう。この範囲は、快適さと健康の両方に最適です。カビや細菌の繁殖を防ぐため、製造便の指示に従って、加湿器を定期的に清掃してください。これらの簡単な対策は、インフルエンザの季節の快適さと健康を大きく改善する可能性があります。第5章、気温の変動と健康。変化する天候への適応。秋と冬の月に、一般的な急激な気温の変動は、免疫システムを弱体化させ、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくする可能性があります。気温の変動の影響から身を守るには、重ね着をして、一日を通して、簡単に服を調整できるようにしましょう。吸湿発散性のある素材のベースレイヤーから始め、その上に、
断熱レイヤーを重ね、必要に応じて防水性のあるアウターレイヤーを着用します。頭、手、足などの末端は熱が薄のあれやすいので保護するようにしましょう。暑いシャワーやお風呂の後は体温が急激に低下する可能性があるため、すぐに外出するのは避けましょう。第6章、水分補給。シンプルでありながら重要なヒント。水分補給は健康全般にとって不可欠ですが、インフルエンザの季節にはさらに重要になります。インフルエンザにかかると発熱、発汗、鼻水のために体が水分をより急速に失います。水分を十分に取ることで失われた水分を補給し、粘膜を潤滑に保ち、体内の毒素を洗い流すのに役立ちます。1日に8と10杯の水を飲むことを目指し、水、ハーブティー、透明なスープ、電解質が豊富な飲み物など水分補給になる飲み物を選択しましょう。1日中再利用可能なウォーターボトルを持ち歩き、定期的に水を飲むように心がけましょう。特に活動的である場合や屋外で過ごす場合はこまめな水分補給が大切です。第7章、バランスの取れた食事の力。体の防御力を高める。健康的な食事はインフルエンザなどの感染症に対する体の最初の防御線である。強力な免疫システムにとって非常に重要です。鴨の野菜、全粒穀物、赤身のタンパク質、健康的な脂肪を豊富に含むバランスの取れた食事をとることで、体が最適に機能するために必要な栄養素を体に供給することができます。クタモや野菜には免疫機能を高め、細胞の損傷を防ぐビタミン、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれています。鶏肉、魚、豆、豆腐などの赤身のタンパク質は免疫細胞を含む組織の構築と修復に不可欠です。健康的な食品を選択することで健康を維持し、感染症と戦うために必要な栄養素を体に与えることができます。第8章、休息と回復。強い免疫システムのために睡眠を優先する。睡眠は健康な免疫システムにとって非常に重要です。十分な睡眠をとらないと、体はインフルエンザなどのウイルスを撃退するために必要な感染と戦う細胞をあまり生成しなくなります。免疫システムと健康全般をサポートするために、毎晩7対9時間の質の高い睡眠を目指しましょう。週末でも毎日同じ時間に寝起きして、規則正しい睡眠スケジュールを確立し、体の自然な睡眠覚醒サイクルを調整しましょう。安眠を促すために寝室を暗く静かで涼しい状態に保ちましょう。またカフェインやアルコールは睡眠を妨げる可能性があるため、寝る前に摂取するのは避けましょう。第9章、体を動かす。健康全般のための運動の利点。定期的な運動は免疫機能を含む健康全般に有益です。運動は免疫応答に関与する細胞を含む体中の細胞に酸素と栄養素を届ける循環を高めるのに役立ちます。また運動は免疫システムを弱体化させる可能性のあるストレスを軽減するのにも役立ちます。ほとんどの曜日に少なくとも30分間の中強度の運動を目指しましょう。エレベーターの代わりに階段を使ったり、昼休みに散歩に行ったりするなど、一日を通して短時間でも活動的に過ごすことで健康上のメリットが得られます。第10章、自分自身と他の人を守る。インフルエンザの季節の実用的なヒント。インフルエンザの季節を乗り切るには健康と福祉を優先することが不可欠です。ワクチン接種を受ける。インフルエンザワクチンはインフルエンザから身を守るための最良の方法です。衛生状態を良好に保つ。石鹸と水で頻繁に手を洗い、咳やくしゃみを覆い、顔に触れないようにしましょう。病気の時は家にいる。体調が悪い場合は職場や学校を休んで、ウイルスが他の人に広がるのを防ぎましょう。これらの実用的なヒントに従うことで、
私たちは皆、インフルエンザの季節に健康を維持し、地域社会を守るために自分の役割を果たすことができます。